リュウロニッタ川水源の高層出現川口付近、ニッタ川は、ドイツ、ヘッセン州を流れる川である。ホーゲルスベルク山地に源を発し南西へ流れ、フランクフルトアムマインでマイン川に合流する。水源高層出現に位置する。初点の町を過ぎた後、川は、ニッタシュタウコに達する。ついで、同盟の町ニッタへ至る。この町では、ニッタ渓谷にベッター川が流れ込み、 ベッターラウと呼ばれる地形を持つフリートベルク地区を流れてゆく。さらに下流にはカルベン、そしてニッター川が流れ込んでくるバートフィルベルがある。バートフィルベルを過ぎるとエーレンバッハ川が合流する。ハールハイム地区からフランクフルト市街に入り、水源から9 8トルの地点、ヘヒスト地区のベールトシュピツェと呼ばれる場所でマイン川に合流する。ニッタ川には、 多くの小川や小さなせせらぎが流れ込んでくる。下流より記載表記は砂岩支流を示す。多くの蛇行があった新田川の水路は20世紀に26年かけて洪水の危険を軽減するために流路を直線的に川床は深くなるように回収された。これによって川の全長は元のほぼ半分近くまで短縮された。だが、 1993年以降、新田川は徐々に自然の流れに戻されつつある。ありがとうございます。